回も言うけど、これが重要なことだで、ターニングポイントに今我々は遭遇してるってことです、うん、それはね、まあ、いろんな人生経験の中でいろいろ歩みながらその勉強しなさい、そしていろんなものをバカラ解きなさいっていう経験の中で歌を作りなさいって、それを人に解いていきなさいっていうようななりましですけど、まあさっき言ったようにね、好意だと思ってこの逆もあるんですよ。これからおばあさんがバッと汚してきた、おばあさん大丈夫かなと心配して、自分の場合ね、おばあさん大丈夫ですかってね、あの変わりますよって言ったら、おばあさん何したと思います、自分バカにするな、ね、まだまだ若い者には負けないんだって言われて、あともすいませんって二重に謝ってしまったんで、そういうねずっこけるだから人それぞれのね、それがだから 100% いいとあったら自分は言ってないんですよ。お互いの気持ちもあるってことですよ。だから相手の気持ちあると、その時にねこういう経験も、経験の中でバカらおった経験ね、おばあさんって言った時ね、いきなり怒られたんですよ。お前にババア扱いされる気持ちはない、お前のおばあちゃんでは何でもないんだってこと言って、まあ常識でこうだとか正しいことだけを言ってるわけじゃないでしょ、いろんなことがあるってことですよ。だけどね、大佐もそうやってずっこけたことも踏まえて一言言いますよ、それ全て経験なりって。その人の気持ちっていうのはその土地によって、その時期によって、そして季節によって、いろんなタイミングによって人の気持ち、同じ人であってもイライラする時もあれば、まあ、女の人だって生理が来たらイライラするとか頭が痛いとかね、いろいろあるじゃないですか、そのためにそのたんびに言い合いになって喧嘩してね、なんだかってやった時に、次の日になってみたら全く別人になってるっていう女性っていうのは不思議なもんでね、そういう場合もありますよね。例えばの話、一番嫌だなと思うタイプの人っていうのはすごくあいあいっておとなしく出て、でもなんかある時に、ね、ああってことで何か心当たりがあるんだよ。まあね、嘘2、3ね、うん、まあそういうのはとりあえず車運転してるときはねやめないと、事故の元になんかねびっくりしてハンドルからねはっはーって言ったらそのままはーってね感じになっちゃうから、ストレスっていうのがねやっぱりね、太子様が21の中の組み込んだ一つとしてね、全くね太子様が考えつかないようなことを言ってるんですよ。まあコスプレっていう言葉が出てきてるんですよね。でコスプレってことはみんながねなんかに変身してね、でコスプレって例えば俺がで自分がセーラームーンになってお正気をってこう、うん、変身するんですかって言ったら怒られたんですけどね、例えば男で生まれたくなくて男で生まれて、女と生まれたくて女と生まれなくてとか、病気を持ってる人がいるんだ、その人は自分を偽って世の中を生きてる人たちがたくさんいるって、だからそういうものの場所を提供してあげるのもまた一つの魂の解放であるって、だからそこの場所に来たらみんなプレイ子で、女でも男でもいいですよって自分が好きなものになって舞台に立ってもらってマイクを持って自己紹介して、私の夢はこうでしたとか私はこうありたいっていうものをみんなに主張した時に、みんな周りで頑張れよ頑張れっていうようなね拍手をするような場所を作ることがね、魂解放、そして人が集まる、あれになるっていう、そして魂解放した時にみんなが集まったらいろんなことをそこでたわいもない話もできるんですって、隠してた自分がいなくなってオープンになった時にそこでいろんな仲間が、本当の仲間ができるっていう、それはね皆さんね、それそこなんですよ。なんで俺がああいうことをやるかったらもう全て指示でね、もうパンツ脱いで走っていいですかって、それはやめてくれって言われて、だからモザイクつけてくださいってね、モザイクが間に合わないからって言って、ね、そういう施設を作った時にやっぱりほら素人のねメイクの専門の学生さん、衣装の学生さんをそこに入れて注文を取って、商売のありまり厳しさ、そして人との接し方を覚え、そこの実践で覚えてもらって、自分でアルバイトのお金を取って信用を取ってっていうような、そういうようなね施設を作ること、それも大事な一つのね未来の扉を開く未来の人たちのメッセージなんだよ。最近正規さんがさらに詳しいそれをしてメッセージがあったんでしょ、そう何でしたっけ具体的なやり方、ああそう、
その時にねコスプレしてみんなこうかアップして踊り踊りですっけ、なんだっけ、まあ踊らなくてもいいんだけど舞台でこう自己紹介、そうそう、さっき言った自己紹介してみんなしてね、バカにする人はみんな退場、そういう人を置いたため皆さんでもう楽しんで前向きになる、うん、これ正気様から言われた具体的な、はい、そうです、ね、あのそれは3つだか4つのキャラクターを決めるんですって、アニメーションだかなんかのそういう主役みたいな存在を作って その主役をめぐってそのコンテストをしてね、1年間だけそれになりきってもらって行動してもらう、そう優勝者ね、そう、それで自分がどういう道に行くかって基本的に定まったらこう、うん、バックアップしてあげるっていうようなことを考えていく、自分はそれからマスコミの道に行く、ね、美容の道に行く、何でもいいけどもそれを率先して手助けしてあげる、優勝者にはっていうような賞金がついてくる、そういうようなものをし催し物をして祭りごとを楽しく盛り立てて、そして未来の人に幸せになるようなことを考えていく、今の時代のそれは私ができなかったことの23のうちの1個だよ、かれこれ25年前かな、それ見せられた時、これ全部この計画っていうのはもうかなり昔に言われたことですよ。チャンネルはこちらから。